キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。見せて。わあ、すごい光ってるね。ファンタジーダイヤモンドだ。宝物だね。ただのキャンディーでしょ。ちょっと。わあ、宝物を探してるの。え？この宝の地図をあげる。とっても大きなターコイズの上にはルビーがあるって書かれてる。ん？有名な冒険家おしゃぶりジョーンズの伝説よ。その伝説によると。え？わあ。冒険家のみんな。さあ、宝探しに行こう。わあ、イエーイ。とっても素敵。カヌーが乗ってる。自転車も。ベッドもついてるよ。じゃあみんな、出発進行。お留守番しててね。車酔いするし、危険な冒険だから。キャンプカーでレッツゴー。大冒険だ、レッツゴー。もっと早く。あれ、もう着いたの？見て見て、かわいい家。それにキラキラしてる。もうダメ、おしっこしたい。行こう、コアリ。こっちよ。え、ちょっと待ってよ。に戻るのはどう？ダメよ、丸印を見つけなきゃ。宝物もあった。え、ほら見て、青い木よ。これが？じゃあ丸印は？この辺りにはなさそう。まず右に2歩動くんだって。次は左に2歩。右、右、左、左。あれ、同じ場所に戻った。でも周りには何もないよ。地図が間違ってる。どうしよう。このままじゃルビーが見つからないよ。あと大きなターコイズもね。見て、いいもの見つけちゃった。これが丸印だわ。イエーイ。見失っちゃう。手がかりを追いかけなきゃ。キャンプカーに戻ろう。おー、あれってコアリーのキャンプカーよね。あれ？わあ！え？いつの間に乗ったの？もう、キャンプカーが壊れるかと思った。みんなも怪我するところよ。ボールを見失っちゃった。宝物も。うん、見て。宝物だ。あんなところに。わあ！ターコイズの向こうに大きなルビーが浮かんでる。これが、すごく綺麗。ほんと素敵。マジピアス。わー。一番の宝物は友達。あの子たち、おしゃぶりジョーンズの地図を信じたのかな。どうだろう。でも静かでいいわ。
わあ、また宝物見っけ。本当だ、宝物見つけた。を探して準備はいい？これからやっとハート帳が見られるんだよ。昨日の暗いファイルのエピソードは最高だった、うん、UFO とか火星人が出てきたのよ。おえい。ねえ、他のみんなは遅れないようにって言ったのに。遅刻魔のくせに。ああいい？今日はね、一年で唯一ハート蝶を見られる日なの。そんな大事な日に遅刻しないわ。わぉ新しいパジャマだ。かわいい。写真、写真と。この日のためにパジャマを新調したのよ。みんな、急いで行かないとすごいものを見逃しちゃうよ。え？カーリー、どうしたの？キャンプカーがないの。その中にまだカオがいるのよ。困ったわね。でもファンタジーマウンテンにいる誰かがきっと見つけてくれるわ。行きましょう。でも、うわ、ファンディ、あなたは森に詳しいでしょ。助けてあげたらどう？そうだけど、ハート蝶が見たいんだもん。え？お願いファンディ。仕方ない。じゃあ2つのグループに分かれよう。それならハート蝶を見られるし、コアリーを助けられる。キャンプカーを最後に見たのはいつなの？確かね、キナと鳴り認めた。ここは森なのよ。もっとちゃんと詳しく教えて。ん？ごめん、ご飯食べてないの。ねえナーラ、ここリンゴがあるよ。やったー、ピクニックだね。こっちに投げて。ん？うん。わあ、ダイヤのおしゃべり見つけたよ。え？キャミ、火星人のこと教えて。新しいパジャマを汚したくないよ。火星人はね、動くし怪しい音を出すのよ。でも火星人をどうやって見つけたの？ UFO を見つけるのって実はすごく簡単なんだよ。地面に跡が残ってるから。こんな風に。それに目のくらむような光も。そう、あんな風に。それにね、森の中に潜んでることが多いの。あんな風に。火星人だ。汚れちゃう。どうして逃げるの？どこに行っちゃったんだろう。こんなことしてたらハート蝶を見逃しちゃうよ。火星人だ、隠れて。頭が汚れちゃった。もういい、もうたくさん、もう見ていられない。パパに顔が火星人に捕まったの。火星人が何？そんなものはもう知らない。手伝ってあげてるのにみんなふざけてばっかり。私はハート蝶を見に行くわ。お腹が空いただの、ピクニックしようだの、それに火星人。私は本気で手伝おうとしたけど、もうどうなっても知らない。ん？見つけた。ハート蝶はあの木の向こうにいるんだ。パン？パン？ああ、パン、驚かさないで。ん？コアリーのキャンプか。きっとカオが中で怯えているわ。でもハート蝶がすぐそばにいるし。ああ、もうどうしよう。火星人なんて怖くないわ。みんなが逃げたから釣られただけ。火星人だ！カオ。ん？どうやってここに？パンディ、カオを見つけてくれたのね。でもハート蝶はどうしたの？カオってあなたの方が大事だもの。本当に無事でよかった。
さ、火星人なんていないのよ。あ、火星人だ。見てパンディ、これがハート蝶なの？そうよ。なんで気づかなかったのかしら。明るいところに集まってくるんだったわ。星座を探してるのよ。私もやりたい。手伝わせて。いいわ、上がってきて。右を見て、虹の星座があそこにあるでしょ。わあ、すっごくカラフルだね。左にあるのはアイスクリーム重力星雲よ。重力何？まあ、なんでもいいけど。月を見つけた。何？でも青い星座なんて全然見当たらないよ。やっぱり見えないか。あとはその星座を描けば完成なの。でもすっごく遠くにあっていつも見えないのよ。はあ、お休みミッシー、また明日探すわ。ふーん。かわいいでしょ。それはもう撮ったわ。ねえ、ん？あの音は一体どこで鳴ってるの？ああ、ミッシーよ。何かいいことを思いついたんだって。ミッシーが？ミッシー、一体何の騒ぎなの？うるさくて眠れないじゃない。おはよう、ワンディ。ちょっとハンマー持っててくれない？オーケー、ハンマー返して。完成。夜中中作ってたのよ。見たい？あなたのロケットよ。これで最後の星座をすぐに見つけられるはずだわ。あと、それにみんなと宇宙へ旅行に行く計画も立てられるわ。へへ、まだ微調整しないとダメかも。ミッシー、あれじゃ宇宙に行けないとは思うけど、とっても嬉しいわ。優しいのね。マジーイヤー。あのロケットだったらすぐに宇宙に行けちゃうわ。すごく立派ね。わー わーい。乗り方の説明書もついてるみたい。え？ここでも写真撮って。うん、可愛く撮れてる？危ない、ロケットが発射しちゃう。あ、ワンディ、ダメ。ここで何してるの？どのボタンを押したかわからないの。泣かないで。いいから、とりあえずみんな降りて。あはは、私って天才。ミシー、あれは何？ワンディとレナとレディとルールが宇宙に行ったの。あら、そう。どうやって帰ってくるの？帰る？帰り？そうだった。どうやって戻ってくるの？
危なかったわね。発射しなくてよかったわ。私たち宇宙に行っちゃうところだった。外が真っ暗、一日が終わるのって早いのね。レナ、今は夜じゃないわ。宇宙に来ちゃったのよ。続く。前回は星座を探してるのよ。何の音？あなたのロケットよ。宇宙に来ちゃったのよ。幻の星座後編。ん？どうしたの？ワンディ、レナ、レディ、ルルがロケットで宇宙に行っちゃったの。でもね、帰ってくる方法がわからないの。私はワンディに青い星座を見せてあげたかっただけなのに。それがロケットの説明書？読んでみようよ。ロケットを着陸させる方法がわかるかもしれないよ。でもどうやって伝えるの？みんなとここはすごく離れてるの。ボタン一つでお家に帰れると思うの。でもどれなの？ミッシーなら知ってるはずよ。宇宙って広いのね。ん？おう。わあ、そうだ、暗い方よ。ヘイティが食べると思ってる。かけてみよ。ワンディたちから連絡が来たの。三人とも無事よ。繋がってよかった。大丈夫、すぐ助けるわ。お願い、ミッシーが作った船でしょ。どうすればいいの？オーケー、簡単よ。ロケットにはカラフルなボタンがついてる。そのカラフルなボタンを順番に押せば着陸できるの。ボタンは正しい順番で押さなきゃいけないわ。マジックティアーズパワーがなくなるまでに成功させて。失敗していいのは2回までだから注意してね。順番は赤、赤、青、緑、赤、緑、青、黄色よ。 OK、 わかった。私が赤、赤、青、レナが緑、赤、緑、レディが青と黄色。さあ、始めるわよ。始めるって何よ。せーの。クール、ダメよ。あなたね。あと2回あるもの。大丈夫よ。やれば、今度こそ成功させてみせる。ふん、はじめ。え、あ、つけば。黄色のボタンがどこにもないわ。2回目の失敗です。回って気持ち悪い。そんな、どうしよう。チャンスはあと1回よ。あ、わかったわ。それを貸して。黄色のボタンは床についてるの。わあ、タブレットが動かないわ。玉ねぎの動画を見てたの。育て方知りたくて。どうしたの、ミッシー。聞こえないわ。ボタンはどこ？そんな、通話が切れちゃった。もう連絡する手段はないわ。どうしたの、ルール？あ、床を見て、黄色いボタンがあるの。準備はいい？力を合わせよう。1、2、3。みんな戻れないんだわ。ワンディ、せっかくあの青い星座がすぐ近くにあったのに、全然見られなかったの。ルール、何を見てるの？わあ、ワンディ、ワンディ、この写真を見て。ルールが撮って
ていたのよ。信じられない。私が探していた青い星座よ。今日からこの星座はみんなからルールー座って呼ばれることになるでしょうね。マジニアス。わー、わーすごい。流れ星を探しましょう。わー、おー、ほら見て、あれがルールー座よ。